にちは、かぐるです。半年前にガルフ911ですね、入れたんですけれども、今日エンジンオイル交換やりますんで、ガルフの911ですよね。確か911やったと思うんですけれども、どれぐらい一体汚れてるのかと、あとですね、よく廃油処理どうしてるのって聞かれるんですけれども、今日廃油処理もどうやってやってんのか、この、ポイパック使ってですね、一緒にエンジンの汚れ具合と廃油の方法ですね、説明したいと思いますんで、よかったら一緒に見てください。今ですね、911、ガルフ911のエンジンオイル抜いてるんですけれども、走行距離はですね1000も行ってないんですが、まあまあ汚れてますね。なかなかの真っ黒な感じです。ここにちょっと垂らしてしまったんですけれども、ちょっと汚れているのがわかると思います。ちょっと後でこれ取り出してみますね。はい、これが半年後の911のオイルですね。真っ黒です。あれなのかな、僕の車、あ、この間燃焼不良やったから、それであれやったんかな、こんな真っ黒になったんかな。粘土の方もそんなに、これでだいぶ買った、15W の50やのに、あんまりあれですね。 100% 化学合成の方が持ち悪いのかな、わからない、わからないです。これも、エステルと P グループ5のエンジンオイル、PAO ですね、 PAO とエステル使ってるオイルなんですけれども、でどれぐらい汚れているのか、ちょっと廃油パックに入れてみます。これが廃油パックですね。これでこれにオイルを入れて、中のこのウエスに吸わして、すると燃えるゴミで処理できるんですよ。エーモンのポイパックも同じ仕組みです。ウエスに吸わして、で、袋くくって燃えるゴミですね。もともとの色がね、もう開けて半年経つから、もう使われ劣化して使われないと思うんですけど、もともとの色はこういう飴色ですね。AZ エンジンオイルと同じ飴色しています。もともとの色はこういう感じです。ドローっと飴色です。それが走行1000キロ行ってないですね。半年経った911のエンジンオイル、真っ黒ですね。やば、何これ、なんで。やっぱ燃焼不具合の事件があって、やっぱスラッジが出たんかな。 4.5 リッターいけるとかで全部吸うてくれへん、めっちゃ余ってますよ。あ、これはあれ、よし、 OK。 ああ、真っ黒。粘土的には新品のオイルの粘土と、まあ、そう変わらんみたいな感じはありましたよね。だけど色が真っ黒でしたね。やばい。以上ですね、半年経過したガルフ911エンジンオイルの汚れ具合のチェックの動画でした。あと、廃油処理の方法ですよね、説明させていただいたんですけれども、何か参考になれば幸いです。ガルフのエンジンオイルあんな真っ黒になるとはですよね。あれやったら何でしたっけ、オイルフィルターも変えといた方が良かったかも分かりませんね。次回にしましょうすいません。それでは簡単なんですけれども、失礼させていただきたいと思います。